今年もよろしくでし、はい、なんつって今の CM はあれですかね、はい、ホニが前回あのアフレコしたやつですかね。そうかもしれません、はい、あ、前回はカノがいなかったんです。あ、そうですね、そうだったね。カノさん空気だったもんね。空気ジエアカノはお家でヒーハーしてました。ヒーハーしてたの。熱が出てヒーハーっていうのか。まあヒーハーなんですがヒーハーってちょっと違うヒーハーなんですか、はい、ここからは、生アフレコのコーナー、はい、みんな大好き、みんな大好き、はい、ヒーハーのコーナー今回はですね、はい、ウェブ絵本、はい、ももちっぷさんのアニメーション2作にアフレコしたいと思います。まずは一つ目、お、はい、タイトルを、はい、あ、じゃあ MJ さんに、はい、かっこよくお願いします。イケメン風でなんかあのガオガイガーみたいに、どんだけディバイディングドライバーって感じ。さあ、エルロットと雪だるまちゃんと言ってください。お前が言ったんだろはい、エルロットとエルロットと雪だるまという作品ですね。エルロットちゃんです。はい君が振ったんだろエルロットちゃんと雪だるまくんです。はい、それでは、はい、どうぞ。こっちか。エルロットと雪だるま。雪の降る夜のことです。エルロットが空を見上げていると、雪と一緒に何かが落ちてきました。あれ？なんだろう？やあ、こんばんは。僕は雪だるま。僕の帽子を探しているんだけど、君、知らないかい？赤い帽子なんだ。エルロットは自分の帽子が赤かったので、それを雪だるまくんに渡しました。ちっちゃいな。それに穴が開いていて、僕のとは違うみたい。僕のは赤くて硬くて冷たい帽子なんだよ。じゃあ一緒に探してあげるね。エルロットは一緒に帽子を探してあげることにしました。二人は森へやってきました。そして森の中へ入っていきました。森の中に入ると真っ暗です。誰かがこっちを見ているみたい。雪だるまくんとエルロットは足がすくんで前に進みません。エルロットは怖くなって雪だるまくんの手を握りしめました。すると雪だるまくんもぎゅっと握ります。エルロットちゃんの手って温かいね。雪だるまくんの手も温かいよ。二人だから大丈夫。雪だるまくんが微笑みます。うん、二人っていいね。エルロットも微笑みます。二人は勇気が湧いてきました。怖く思えた森も、二人でいると普通の森に見えてきました。さあ、雪だるまくんの帽子を探しましょう。しばらく森の中を歩くと、赤いものがいっぱいついてる木を見つけました。うわぁ、この中に雪だるまくんの帽子があるのかな？どれが雪だるまくんの帽子？僕の帽子、見つかった。美味しそうなリンゴも見つけたよ。帽子が見つかってよかったね。うん、エルロットちゃんのおかげ。でもね、帽子より大事なもの見つけたよ。それは友達。雪の降る夜、寒いはずなのに心はポカポカです。二人が歩いた足跡からは綺麗な花が咲きました。
うちで一緒にリンゴを食べようね。おしまい。ほい。ワオワオ。ですね。誰が何をやっていたでしょう。パー。じゃんじゃーん、ちゃかちゃかちゃんちゃんちゃん。何その急ぎ。さりげなくせかしてるよね今。まあ雪だるま、ね、いい話。 ありがとうございますお兄さん、ね、ありがとうございます。ちなみに雪だるまをやったのがブラウンです。はい。エルロットが私です。ナレーションが MJ です。なんていうか、あの雪だるまくんがなんか、うん、今にもなんかおにぎり食べたそうおにぎりもう食べられないみたいな私が昔やった白クマのあ、いましたねどれどれ、クーマのお父さんの真似をしたカノちゃんっていうがちょうどあんな感じだったんですよね。なんかカノがやっても、逆にね、なんか面白そうだよね。まあね、こんな感じでね、続きましてできた、はい、あ、もう一つあるんですね、今日。そうなんですよ、まあ、同じ雪だるまくんなんだけれども、タイトルはですね、はい、雪だるまくんの秘密。あ、秘密があったんですね。はい、これにもアフレコしたいと思います。それではどうぞ。どうぞ。雪だるまくんの秘密。エルロトちゃん、雪だるまくん、おおし、二人はプリキュア友達。今日は雪だるまくんの秘密を教えましょう。秘密って筋肉？山へ登ってエルロトちゃん、ソリで滑る。雪だるまくんは転がる。転がった後の雪だるまくんは大きくなっている。エルロトちゃんのうちは人参ハウス。雪だるまくんは鎌倉に住んでいる。鎌倉の中の雪だるまくんは、わかりにくい。エルロトちゃんはリンゴが好き。雪だるまくんはみかんが好き。みかんを頭に乗せて鏡餅になるのが好き。エルロットちゃんはお風呂が好き。雪だるまくんは冷蔵庫が好き。冷蔵庫で何してるかって、冷蔵庫でアイスを食べているんだよ。エルロトちゃんには内緒だよ。おしまい。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、アイス泥棒だな。うん、突っ込みたい、すごく突っ込みたい。あの私のアイスを食べたら怒るぞ。さっきあの大きくなったあの、ね、雪だるまくんなんですけれども、はい、あれまあ冷蔵庫ってありました。多分冷凍庫だと思うんですけど、ですね、はい、すごいちっちゃいところにシューって勝手に、あ、小さくなった。雪だるまだから伸縮自在なんだ。あれ溶けてちっちゃくなっちゃったから。あれはな、アイスを食べるためにわざわざ自分は小さくなって、縮尺おかしいってブラウン突っ込みたかったって。
そうですね、今回ちょっとあのナレーションばっかだったんだけどね、ちょっと緊張しました、いやいやいや、そうですね、でもちっちゃい子がすごい喜びそうな、そうですね、本当に、はい、僕もちょっと小さいあのメイがいるんでね、ちょっとこういったのを読ませてあげたりとか、あと見せてあげたりとかね、したいですよね。しかも、雪だるまくん の、 たまに僕をクリックしてねっていうのはあったと思うんですけれど、まさに今出てますけども、はい、そうです、ももチップさんの、はい、帽子を選択する画面で、はい、他の帽子を選択したりすると、うん、別のストーリーが展開するんですよ。あ、そうなんですか。ラノベじゃないけど、なんかすごいですね、はい、よかったらあの上に乗っかってますので、ウェブ絵本っていうのは要するにそういうことなんですよね、そういう表現の仕方があるので、はい、ぜひアクセスしていただいて、なるほど、自分でちょっとストーリーを選べるっていうのが、ね、はい、面白いですね。ちっちゃい子にはすごいですよね、そうね、毎回なんか毎晩読めるみたいなね、それはすごい、ね、今までその絵本を手にあのお母さんが読んであげてたのが、今にその iPad を手に持ったお母さんがそれをスキップして見せてあげるとか、それはすごいよね、なんかもう時代を感じるんだけど、未来へと向かっていますね。なんかでも他のは、はい、あの飛び出す絵本とかすごい好きです。あれ面白いですね。今豪華なやつありますね。ちょっと待って、今だったら 3D とかなっちゃうのかな。あ、そっか、なんかなりそうだよね。 3D もあったよ、あったあった、うん、こういうふうにゃうにゃうにゃう。でも最近の飛び出す絵本ってすごい豪華じゃないですか。こうガバって開いた後になんかレバーがあって、それやると中の人物が動くとかありますかね。あとピッコピッコってバサッて出るやつ、ある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 、どこに収まっていったんだみたいなやつ。それ閉じる時結構大変そうだけどね。